経済新聞さん。日経新聞の関本です。はい。昨日の確認次第でも質問がありましたけれども、はい、今日あの万博の応援のリングがつながるということですね。改めてご出版お願いします。いや本当に嬉しいですね。あの、ま、昨日もお答えはしたんですけども、これ非常に重要なところでして、あのリングというのは万博のですね、大きな目玉の建築物の一つです。世界最大級の木造建築物でですね、あの上にも登っていただいて、こう、まあ、初めてとなりますよ、会場での万博になるわけですね。万博全体を見渡したり、まあ、大阪湾とか瀬戸内海の方を見渡していただいて、大阪や自然を感じつつですね、非常に大きな意味があるのは、あの万博というそもそもの趣旨が世界が集って技術やあの文化をしっかり共有して世界が今直面する課題を解決していくという大きな万博のメッセージがあります。このリングというのはこのリングの内側にあの各海外のパビリオンが集うわけですから、リングの中に世界が一つになって、そして世界中の人々が集って技術と文化を展示するスペースになります。このリングがですね、順調に工事が進んで、そして、いよいよつながるということで、本当に心から嬉しく思います。引き続き工事を、まあ、円滑に進めながら、万博の他の工事も順調に進めていってですね、4月25日に、4月に万全の状態で、万博を迎えて、そして世界の人たちがもうあの安心してこの夢島に来て、日本中の人たちが楽しんでもらえるようなそんな万博にしていきたいと思います。改めて思います。他に質問なんかとは、はい、ONリングではそのまま保存されるんですか、ね、あそこら辺どうでしょう。 ONリングの中身については、まあ、この間もあのいろんな議論はありますが、あのそもそも今仮設建築物として建てられていますので、これを本設として残す場合はあの耐火基準、耐震基準等を満たしていく必要があります。で、そもそも夢島の街づくりは今あの街づくりの マーケットサウンディングといいますか、それを経てあのいろんな方のお声を、民間の事業者さんのお声を聞いてですね、僕らはマスタープランというのを作っていくことになります。そこであの民間の事業者さんのアイデアを募集しますので、ぜひたくさんの企業さんに考えていただいて、あの万博のリングの再活用についてはぜひアイデアをいただきたいと思います。このアイデアをもとにマスタープランを作成して、その作ったマスタープランで事業者を公募していくという流れになろうかと思います。あと、今年11月から都市計画局の夢島2期、2期区域の民間提案募集が始まると思うんですけど、そのどういったプランを望んでますでしょうか。そうですね、これもあの一つはあまり僕が具体的なことを言ってしまうと、それこそあの事業者さんのアイデアを狭めてしまう可能性もあるので、ぜひ多様なご意見をあの具体的で持続可能でですね、多様なご意見をあの募集したいと思います。 あそこは2030年には IR が開業予定でありまして、多くの人たちが集ってエンターテインメント性やあのビジネスも経済交流もあって、ま、あのそういう拠点、人が集まるにぎわいの拠点というのがあの IR もありますので、そういったにぎわいやあの将来性がある提案というのをぜひ待ちたいと思います。次の質問をお送りします。他に質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。それでは終了いたします。はい。